めっちゃいい。これでお願いします。私好きやだもんね。好きや。トラコさん初めて見たのと好きやいっぱい食ってるやつだった。今からアメリカンビレッジのステーキ屋さんに行きます。すごい。こういうとこで買いたい T シャツね。ステーキ屋、そんな奥じゃなさそうじゃない？ジャンボステーキってやつ。あれジャンボステーキだっけ？かわいい。うわ、ちょっともうちょっと早めに来たかったな。ジャンボステーキハンズっていう中ここなんだよ。中じゃない。かわいい。ここはどこ？アメリカ？この2階とかじゃない。上上がろう、とりあえず。うわ、危ねえ。踏んじまったぜ。探せ探せ。あ、いや、ブルーシール。すげえ。エラちゃんが食べたいやつ見つけちゃった。でも、ここが駐車場で。今入ってきたの、ここで。亀善食堂。とかの隣。もうアイス食べよう。暑いもん。エラが好きな気候じゃねえか。ブルーシールから離れます。ステーキを求め3000里。3000里って何キロかしてる？わかんない。1里は 3.99。え？えぐいやん。3000里？ 3000里って3000里ってなんで3000里って出てきたんだ。何の話？誰かが歩いたけどじゃない。何かを求めて3000里みたいな。で右。危ない。ほんまに怖いわ。やめてよ。怖いから。いやってした、ほんまに今。うちも今心臓止まったかと思った。うわ、マジで心臓にある。マジで心臓にある、今のは。ちゃんと見といてください。ダンスあったら言ってください。ダンスあったら言いますわ、じゃあ。怖い。マジで怖い。ローさんどこだよ。これもステーキハウスやけど、違うの。これは違う。違うね。反対だった。右じゃないじゃんっていう。どう出て右だったのかって。ね。問い詰めましょう。やめましょう。何も買ってないのにめちゃくちゃ優しい人だった。めっちゃ優しい人。ありがとうございます。わざわざ教えていただいて。これを一日歩くっていうのはなかなかなハードですね。ね、なんか中じゃないからさ。ね。だからショッピングモールって最高だね。イオンとか。ローソンに行ってた。ローソン通りすがった人。ヒントくれたんじゃない？あの人。ヒントくれました。ローソンって。ローソンあったよ。見て、こっち。可愛い。やっほー。写真撮ってよ。写真撮ってよ。オッケー。あった。シャー、黒くないっす。お。よかったー。こっちから上がるかな。先に届きました。この人がもう待ちわびてしょうがないのに、どうしますか？先届いてますか？先届いてます。どうぞ食べてください。お二人はランプステーキ。届きました。えぐい。肉が。私ロブスターとリブアイ。ハンバーグと。うわー。すごい。はい。ありがとうございます。はい。いただきます。いただきます。あ、お腹空いたわ。食べれるよ。可愛いやつみたいな。可愛い。ね。いただきます。うん。うまっ。塩。おいしい。おいしい。うん。塩でいただきます。いただきます。えぐい。塩うまいよ。よいしょ。結構たっぷりの方がいいかも。エアも食べる。あ、切れてる。食べな。うん。うん。ミルクソース合う。今食べる。うん。うまい。すごいな。豪快やな、そっから見たら。うまい。うまい。ニンニクやばい。うますぎ。すいます。うちも大盛りにしとけばよかったわ。おいしいですか？ライス一つもなし。かしこまりました。ハンバーグと美味しい。食べたい。こじってる。ご飯来たらもうかな。エビは？うん。ないの？うん。その上のマヨネーズ。ごめんなさい。持たれちゃう。すいません。すいません。お気遣いできずすいません。まだなんかどんどん胃が弱ってってる気がする。なんかすいません。前はでここはだったよ。アイスシール。嬉しい。知ってる？昨日と一緒でしょ。そうそう。食べようかな。でもお店舗そうだったよ。店舗で食え。店舗。あ、こんなの。ありがとうございます。追加だけ置いときますね。はい。いただきます。なんかあれ食べたいの。ネギ包んでるタン。あ、いろんなとこにあるじゃないですか。タープさん食べますか？ご飯もちょっと似てる。怖い。慣れないことやらない。こぼしたら怖いから。満足。帰る？急すぎる。いや。楽しみ方。じゃあ。各自で。はい。残りたいと、タクシーで帰りましょう。でもなんか広いからさ、買い物も買い物でどこからどこまで行く。でも似たようなお店多いよね。Tシャツとか。食べないだけ。残ってるのは脂身なので。はい。そんなもたれんだろうな。胃の粘膜がさ、胃酸が少ないんじゃない。ああ、消化しづらい胃なんじゃない。でも私のママも一緒です。弟も。なんか高いお肉とか絶対食べれない。いい油がきも油が多分無理。そう。ああ、美味しかった。あとアイス食べたら本日の任務終了。ダメ、まだ終わってない。別にも。チーズゴーのアイス。やばい、絶対いいバグってる。もうパパにならない。全然ソーキそばいけるけどどうする。確か化け物でね。昨日めっちゃすごいお腹いっぱいになったの。てか大城さん、あれトラコさんから苦情来てましたよ。あ、いびきうるさいって。そう。うわ、なんだ。小宮さんが最近なんか。でも安心したんでしょ。小宮さんが本当に寝てる人間なんだ。なんでやねん。確信ですか。安心してます。なんでや。別にうるさいとかない。あ、大城さん寝てる。よかった。もうだって落としない部屋ってことは絶対起きてるわけじゃないですか。怖い。それは怖い。4時過ぎぐらいまで普通に。だから。こういうの撮るな。いびきかいてたから安心しました。いや、そうだ。最近なちょっといびきうるさいって。自分で自覚あるんですか。たまにだって起きるもんそれ。新幹線の時もいびきかいて。あ、いつや。で、あ、大城さん寝るんだって話したもんね。なんでよ、限界来てんじゃん。そう。多分寝方もある。寝方でいびきかかなくなる。寝方って何？体勢。喉とかつぶれてたりすると、いびきでこう首上げて寝るとか。これでもむずくない？寝たらもうわからんやん。意識ない。まあまあ。奥さんとかいたら独り身だからいびきかかれても誰も困んないけど、まあ隣人に迷惑かけなきゃいいよね。どんだけいびくねん。辛辣すぎるやろほんで独り身やから。でも昨日の夜4時半ぐらいに動画のあれを送ったの。確認できました。来なかったから、あ、寝てんだと思った。多分4時過ぎぐらいまで普通に作業してたから。誰よりも早く寝てるじゃん。だったらだってここ一番遅いよね。6時ぐらいまで。ああ、で一瞬来たでそのトラコダタって。あ、すみません。あ、起こしたんで。いや違う、そういうそれ出ちゃうね。苦情出てます。いや、いいんで。いやだから今月の給料なし。そう、そまで働いてるから。働いてないですよ。酒飲んでただけ。なんでやねん。事情全然違う。昨日こそめっちゃ飲まされてたよね。あ、そうな。なんか金髪の酒役だ。飲まず酒飲まずがいなくなった。やば。だから歯磨いてそのまま布団に入ってて。勝手に。えぐかった。えぐいな。てかなんかこの二人えぐいです。何？どの二人？あさみとベラ。はい。なんで？えぐいってイエーイ。えぐいぐらい可愛いってことだね。なるほどね。嬉しいね。まあそうなんで。褒められてるもんね。褒められてる。おかしい。えぐいよね、トラコさん。ゲーム下手すぎて。話にならないよね。それは本当にそうなんですけど、飲ませ方えぐい。はい、お前つまないからいけ。責任のみ。なんかしかもドスコイとかでわざわざなんか足の指まで使って30何文字とかでなんか考えて、なんか必死にみんな考えて言ったら言ったで、はい、数えられないからね。破綻してるやん。正解か分かんないから。心配ないけど。めちゃくちゃやな。このしりとりでは一生子猫しか言わない。涙がり。しっかり飲んでたね。しっかり飲んでた。ね、だってさ、大城さんにビール飲んでないから買ってってあげようとか言って買ってったやつも飲んでたよね。オリオンビール2、3本あったやつ、普通にその今から飲むのはビールじゃないよねとか言いながらビールで何飲めとか。いや、置いとけ置いとけ。1本ぐらい。一昨日もなかったやろ。でも消費しないとね。でもまだありますので。じゃあ今日も最終日。最終ラウンド。1本だけでいい。最終ラウンドは王将様混ざって。王将様ドスコイ。ドスコイゲームせなあかんねん。ドスコイうちらの特別ルールがあって面白くないと飲まされます。いやもうきついきつい。芸人さんやそんなやってんの。100本。終わんねえ。5人100本だよ。出てけ。絶対できないよ。自分で。それは可能なんですかじゃあ。不可能ですよね。ダメです。え？やります。いやもう1つけとく。あもう始まったら1回。ピカチュウやね先。でもドスコイ少ない数より多い数の方が得意なんです。でもさあれむずくない？普通にドスコイって。でも昨日ずっと同じ一昨日言ったやつずっと言ってた。柿の種とかカラスたちがとかさ、あとかわいそうで終わないかわいそうだよねとかさ語りかけんの。そうね。でも自分たちをそれやってる人に私がやったらはい面白くない。それはもう酔っ払ってもいるからそしたら「お前だ!」とか言って「お前ささっきからさ何なん?」とか言ってなりすぎやろもう全員「お前さ」って言いやがって本当にどこの居酒屋だよはいごちそうさまでしたごちそうさまでした美味しかった全然ハンバーガーとかいけるんだけどすごいこれ持って帰らなくて大丈夫あ、から欲しいな。あれってもらえるかな。オブジェ。車がハウスの玄関に。絶対いらん。絶対いらん。ね、車がハウスの玄関にシーサーをこう。ああ、それはいいね。買って帰ろう。ちっちゃいやつ。めっちゃ可愛い。買ったよ。買った？ちっちゃいの。あ、はい。どこに？どこに飾るの？玄関も置くとこないじゃん。ロブスターはお済みですか？はい、お済みです。ダイニングテーブルの真ん中。うわ、それはちょっとセンスない。大丈夫です。汚れませんでした。ありますあります。大丈夫です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。テレビの前だよな。はい。テレビの前。優しい世界だわ。てか沖縄の方焼いてる肌が多くて。結構憧れるタイプ女の人も隠してたもんなんかサーファーって感じ実は出会い求めに来たんだよいいんじゃないこれさっき男群がってたよあやちゃん観光客かも沖縄の人っていうかあたら観光客は大丈夫かも本場の人が本当にいないからだから店員さんとかでいいかもお店探そうなんかディズニーみたいだね確かに何買おうかなみんなにねやばいでもさあんまさバカにされてるえ嘘真似されたなんてお願いしますって送ったらありがとうございますって来た女のかわいいあおしろさん間違えてるの間違えたどうしようかなでもそんな量多くない方がいいよねそうだよね考えて買うわ考えて買おうこれはどういう感じで回りますか行きたいところにそうだって21でしょうんもう止まってるじゃないですかトラコメイですよあこれで1メイがたちがメイが一番髪の早く終わるからあ確かに私の中で待ってたいメイさんについていけるのはトラコさんだけです多分ここがペアになったとしたらもっと大変だよねいや本当多分今回の旅でみんな分かってほしいと思うここ一緒にしたら本当に大変ドイツとかもさみんなで行動するよ2人で行動してはいもうあさみとかもうだってうららさんマネージャーみたいに後ろから走っても大変だったんだよメンバーそして捕まえたと思ったらもうトラコメイを見失って2人探してたもんねどこその瞬間エアがコットンとか言って1人であっち行ってちょっとちっちゃい道の駅でさえも大変だったから。こんな広いとこね、ここ一緒にしちゃったらトラコさん半分にならなきゃいけないから興味あるとこに行っちゃうからね。こう行っちゃう、釣られて。これはもうしょうがない、衝動的に動く、それに合わせてもらうしかないからしょうがないよね。だから、まあ、うちはエアを行きそうになったら止めれるし、いや、止めないでほしい。止めます我が道を行く行かないでください。ウランの道もあるから。うん、あ、ウランの道は、じゃあウランの道そりゃそうですけど、分かれんな、そこ私は合わせられるんで、その、例えば、エアちゃんが入った隣の店とか、その近場で私は動けます。素晴らしい。動いてるだけ。店に人入れるために店前でこうやって好きねだって逃げようよ。でも鬼ごっことしたらさ絶対見つかんないよね。見つかんないとジャッジなんか広すぎるもん。それは思った。じゃあどうやんだろうとお願いする沖縄県の人。よし、ごちそうさまでした。おいしかった。満足だわ。はい、というわけでご飯食べ終わってプレゼント購入会スタートです。はい、ミラに帰ってまいりました。みんななんか装飾されてるじゃない。だもんね、いっぱい買った。真似すんな。真似してほしかったやん絶対今の。これクリオネちゃんじゃない、こっちは悪魔ちゃんです。そう、天使と悪魔でやってます今回は天使と悪魔、天使水着、こっちは悪魔水着。今日の素材見てほしいな、山手線ゲームしてるところ。あ、おもろかったですね。どこ車戻ってからやってた。しかもめっちゃいいお題。例えば大志賀さんのいいところ山手線。ああ、いっぱい出た。いっぱい出た。よかった。3個ぐらい詰まっちゃうかもしれないね。3個ぐらい。声がでかいとか。いいとこかわかんないやついた。うんこ。プール前に。どうすんのうんこ。プール入って。やばいよね。はい。大富豪みたいな。あれが大富豪。邪魔。邪魔よ。乗せといて邪魔よ。邪魔よ。せーの。はい。今サムね。だからこんな長々とやれたの初めてだったんで楽しかった。今日はラストナイト。ただいまの時間12時8分。やばい。ラストナイトで帰る日じゃん君。私たちはこれから寝ます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。おやすみみんな。おやすみ。おやすみ。じゃあ今からあさみさんとも合流したんで、沖縄料理屋さんに行きたいと思います。あ、やったー。そっちそばもあるね。待って、海ぶどうもあるし、もつくしもあるし。行きましょう。急いで来るぞ。急いで来るぞ。よし、渡ろう。これですよ、分かった。楽天チャーハン。何楽天チャーハン？絶対うまいよ。決まりましたか？しゃぶしゃぶするそうです。私も食べます。うまそうだな。しゃぶしゃぶ食べましょう。食べますか？うん。これぐらいだと。スマラットは混ぜた。絶対嫌だと思う。はい。と飲み物。ウーロン茶の方。ウーロン茶3つ。と三品茶が1つ。はい。とコーラ1つ。以上です。はい。お願いします。本当に最後ですね。そうです。まあでも最後に来れてよかったよね。よかった。こちら沖縄料理食べに行きたかったのに行けなかったから、ここで食べて終了となります。あとはまた来たら回しましょう、はい、お疲れ様でした。また帰って頑張りましょう。うまい。うまいさ、ピンちゃん。うまい。いただきます。ありがとう。お、車から。可愛い。目、あ、赤。なんでみんなそれ。うち透明。トラコさん。トラ買った。いや、なんか何以上ってどうぞみたいな。あ、そうなんだ。これだけこれ。いや、だろうね。だろうね、おかしい。だろうね、おかしいよ。これ。それは。4人分。誰の。あの、チームの社員の。やばい、それしか関係ない。おい、かわいそうな。違う、かわいそうなって言うの。いやいや、違う。泣けてきたら。やめろ、違う。いやいや、変なテンションすな。気まずい。泣かない。泣け。おかしいじゃん。何味？食べてみる。味見させない。毒味。うま。何味？ナスだ。煮浸しでしょ。これは10歳で。うるさいかも。会いたくなりました。でもトイレがパパの匂いっていうのちょっとやだ。じゃあなんかね、多分香水かなんか芳香剤、もうなんかすごいおとってね、もうこうやっておとって感じ。なんか早いね。早い。マウント取ってたのが懐かしいよね。こうなってたりします。わあ、うまそう。いただきます。青じそです。なんか海ぶどうって青じそでくんの。ね、うまい。これいいですよ、お肉。ありがとうございます。お待たせいたしました。ありがとうございます。待って入れちゃおう。で、育ったやつからみんな。沖縄編いかがだったでしょうか。もう一回行きたいし、もずく食べたいし。